今回は前回の予告通り、上越国境線をやっていくよ。この車両は例の E129 系か？そうだよ。いかにも、ザ、新型車両の運転台って感じがするね。そうだね。機器類もシンプルにまとまってるしね。それに、なんといってもワンハンドルマスコンだよな。そうだね。JR 東日本の新型車両って、みんなワンハンドルマスコンだもんね。あ、そうなんだ。うん。ちなみに、JR 西日本は新型車両でも、ツーハンドルマスコンを導入してるよ。へえ、そうなんだ。その会社その会社によって違うからな。そこが面白いところだよな。お、そろそろ発車っぽいね。閉じ目等点灯。なんか、ドアチャイムがよく聞く音と似てたけど、少し違ったな。そうだね。よく首都圏とかで聞くのは3打音だけど、さっきのは同じ音だけど、2打音だったね。やっぱりローカル地区だからなのかな？うーん、そこはどうなんだろ。わかる人いたら、コメント欄で教えてください。でも、東北の方とか、地方の機動車は、2打音のが多い気がするよな。まあ、確かにそうだね。てかさ、思ったんだけど。うん、どうした？前回運転してた高崎方面よりも、かなり山深くなった気がするんだけど。そうだね。前回の始発駅、高崎駅の標高が約94メートル。に対して、今回の始発、水上駅は、約493メートルだからね。差にして約400メートルだな。うわ、そんなに差があるんだね。そうだね。あ、そうだ。この路線も上越線だけど、いくつか面白いものがあるから、紹介するね。面白いもの？景色か何かなのか？いや、違うよ。まあ、順を追って説明するよ。まず一つ目がループ線。ループ線？あ、山間部でたまにある、ぐるぐるするやつだろ？マリサの言う通り、そうだね。そもそも、ループ線っていうのはね、急勾配を緩和するために、線路、もしくは道路を、螺旋状に敷いたもののことなんだよね。ってことは、この路線は急勾配ってことなのか？まあ、そういうことになるね。でもこのループ線は、上越線だと上り線しかないんだよね。どの区間にあるの？まず一つ目が越後中里から土樽の間、そしてもう一つが土合駅から指添駅の間だね。ちなみに、ループ線には折り返し用のもあるよ。そのループ線は、急勾配用ではないけどね。え、どこにあるの？それはね、山間ゆかりが丘線、神戸新交通ポートアイランド線、それと埼玉新都市交通伊那線だよ。なんだ、どれの新交通システムのやつか。そうだね。あれ、山間ゆかりが丘線って、まだ存続してたんですか？しばらく喋れなくさせようか。すいませんでした。霊夢ってほんとこりないよね。ほんとだよな。じゃ、本題に戻るよ。急勾配用のループ線は、今の上越線の二区間に加えて、ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線の芝浦埠頭からお台場海浜公園の間、北陸本線の鶴ヶから新引田の間、土佐黒潮鉄道中村線の和解から川奥信号場から海南の間、そして肥薩線の人吉から小葉から矢竹の間にあるよ。こう見ると、数も多くないんだな。そうだね。それに、二区間連続しているのはあったけど、それぞれが独立してるのは、この上越線だけだね。ってことは、かなり貴重なんだね。そういうことになるね。それじゃあ、二つ目ね。二つ目は土合駅だよ。あ、これは私も聞いたことがあるよ。これはかなり有名だもんな。そうだね。土合駅の特徴って言ったら、下り線ホームだね。確か、日本一モグラな駅、って言われてるんだっけ？そうだね。地上に上がるのに、ものすごい時間かかるもんね。そうなんだよね。第三閉塞進行。俺も土合駅には行ったことがあるんだけどさ、階段の一番下から上を見上げてみたんだけど、一番上の光が豆粒ぐらいだったんだよ。ってことは、そのぐらい離れてるってことだよね。そうだね。あ、そろそろ指そに着くから、この話は駅出てからね。はい。あ、横の線路がループ線に繋がってるんだな。そうだよ。ここで上下線が分かれるんだね。そうだね。うわ、トンネル入ってすぐ駅だ。そうだね。ここって上り勾配がそれなりにあるから、ブレーキが大変なんだよね。そうなんだな。よし停車。次は霊夢かな。そうだね。私が運転するわ。なんか、トンネルの中の駅って新鮮だな。そうだね。
地元じゃ見れない光景だもんね。こんなところに駅があるのかって思うよ。そうだね。こういうところだと地上の景色ってどうなってるかすごく気になるな。確かにそうだね。お、そろそろドアが閉まるみたいだな。そうだね。やっぱりあの2ダウンは違和感あるな。閉じ目当店頭。そや、地元じゃ普段聞かない音だからね。逆に言えば、普段2ダウンに慣れてる人は、3ダウンが違和感に感じるのかな。多分そうなんじゃないかな。じゃあ、さっきの続きだね。土合駅なんだけど、下りホームから改札に出るのにかかる時間は、なんと10分なんだって。大体普通の駅が、2から3分ぐらいだから、かなり時間かかるんだな。しかも、改札までは階段しかないんだよね。合計で何段なの？462段の階段に、143メートルの通路を通った先に、また24段の階段があるから、合計で486段だね。462段の階段を登り切って、150メートル近い通路を通ったら、もう改札って思うよな。そうなんだよね。実際に行ってみて、あの階段、そして通路を通って、もう改札って思ったら、まさかの階段があって、マジかって思ったよ。やっぱり、あの階段って登るの大変なの？そうだね。普通の人にはなかなかきついかな。まあ、チーターぐらいの筋肉がある人は、別だけど。そんな筋肉の持ち主いるか。あ、そういえばさ。どうしたんだい霊夢。今の上越国境線って普通しか走ってないの？ね、旅客運用は、おおむね普通しかないね。あとは貨物運用ぐらいかな。けど、ちょっと前までは優等種別が走ってたよな。そうなんだよね。そうなの？うん。じゃあ、その優等種別の一部を紹介するね。まず一つ目が、寝台特急あけぼのだね。上野と青森を結んでいたやつか？そうだね。1970年に運行開始、2014年に定期運行は終了したよ。定期運行は完全に廃止じゃなかったの？らしいよ。けど、あけぼので使用されていた、青森車両センターの24系客車と、秋田車両センターの583系が廃車になっているから、書類上は残っていても、事実上では廃止に近い状態だね。そうだったんだな。次ね。次は寝台特急北陸、急行の都だよ。この列車はどこを結んでいたの？これは上野と金沢だよ。北陸は1947年に運行開始。しかし車両の老朽化、高速バスの台頭などが重なった結果、2010年に運行を終了したよ。能登は1975年に運行開始。しかし、北陸と同様、車両の老朽化、高速バスの台頭などがあって2010年に定期運行は終了したよ。けど、能登はその後臨時化されたんだ。あれ？でも最近は名前を聞かないぞ。それはね、2012年以降は運行されていないんだ。それに、臨時列車という理由で、廃止は公表されていないらしいよ。しかし、今まで経由してた直江津から金沢間が、第三セクター化されたから、運行再開はほぼないって言われてるよ。そうなんだね。一応、代表格はそんな感じかな。それと、この区間を走っていた、時、は、新幹線に名称が引き継がれてるから、割愛するね。信号45、もう土合駅に着くんだな。そうだね。それと、ここを走る列車の追加で、翌列車の公衆輸送は、ここを通過するんだよ。へぇ、そうだったんだね。さっき右に分岐したでしょ？そうだな。実はあの分岐は、もうなくなっているんだよね。じゃあ、ホームはどうなったんだ？今走っている、線路があったところに増設したんだよ。そうだったんだな。てか、同じトンネルなのに、地下鉄の駅と、明るさが全然違うな。そうだね。利用者が少ないからなのかな。よし停車。全部トンネルだったな。そうだね。まあ、山の中だし、仕方ないよ。そうだな。というわけで、前編はここまでとさせていただきます。ここまでのご視聴、ありがとうございました。